今回は、越谷レイクタウン駅から徒歩4分。越谷レイクタウン風3階にある、ザ・ブッフェニョンマーケット、イオンレイクタウン越谷店に行ってきました。ランチタイム11時から15時59分。コース別の料金量はこんな感じ。時間制限あり45分のデザートなしのエキスプレスコースなら、1209円で食べ放題できます。今回1759円のライトコースにしました。時間無制限ですが、ドリンクバーは別料金です。スペシャルコース以上にはついてます。スタンダードコース以上は寿司、小籠包を注文できて食べ放題です。メニューはこんな感じ。コロッケ、唐揚げ、フライドポテト。エビせん、薬味。たっぷりマヨコーンピザ、トマトバジルピザ。プチパン。オニオンスープ。煮込み風ハンバーグシャスールソース。サワラのグリル塩麹バジルソース。ポテトミートグラタン。麻婆豆腐。五目あんかけソース。焼きそばの麺、雑穀ご飯。もろみチキングリル、肉団子のチリソースあえ。ラーメンをセルフで作れる。クロッフルも作れる。冷やしうどん。冷やせいパスタトマトツナソース。武蔵野ブラックカレー。バターチキンカレー。豚粗挽き肉。ルーローハンが作れる。デザートコーナー。バニラソフトクリーム。早速一巡目を取っていく。特に考えずに順番通りに取る。一巡目はこんな感じ。それでは、いただきます。2巡目を取っていく。雑穀ご飯。もろみチキングリル。肉団子のチリソースあえ。ルーローハン作る。武蔵野ブラックカレー。品数、味ともにライトコースで十分満足できそう。ライトコースとスタンダードコースの差額が770円で、迷いどころだった。一食に2000円超えるのはちょっと高い気がする。二巡目はこんな感じ。一応健康を気遣って野菜も取る。
コース別メニュー早見表。今回これ。ルーローハン初めて食べたけど、ひき肉の味付けが独特。日本の肉そぼろとは結構違う。3巡目はデザート。プチシュークリーム。ロールケーキ。ラズベリームースケーキ。クルミ入りチョコレートブラウニー。パイナップル。紅茶パウンドケーキ。自家製ティラミス。自家製カラメルプリン。ミニパフェを作る。みかんとパイナップル。バニラソフトクリーム。チョコレートソース。3巡目。相変わらず盛り付けが下手である。お気に入りは、自家製ティラミスと自家製カラメルプリン。4巡目、ラーメンを作ってみる。この時点で順番間違えてます。味噌ベースをスープより先に入れるべきでした。目の前に書いてあったのに一切見てなかった。最後は控えめに。唐揚げってだけで点数高いですよね。毎回あったら何個も食べちゃう。ここで限界。ごちそうさまでした。